これこれこれ。さあ、リュウジのお姉さん、キムチです。今回作らせていただくのは旬のものを使いたい料理研究家なので私ということですね。ほうれん草でございますね。旬的には1月2月が一番美味しいと言われてるんです。ほうれん草レシピってあんまりバズんないんですよ。意外とレパートリーが迷う食材だと思うんですよ。今回ド直球でいきます。ほうれん草で一番美味しいのはシンプルにごま和えだと思います。まあいろんな作り方あると思うんですよ。僕が一番うまいと思えるこのほうれん草ごま和え、地味ですがかなりいぶしになるレシピなんですよ。この動画絶対バズんないと思うんですけど、ほうれん草ってこんなうまいんだっていうのを皆さんに感じていただきたい。じゃあいきます。リュウジのバズレシピ。まあ材料紹介っつってももうほうれん草があればいい。調味料は概要欄にね、ごまとかそこら辺あの書いてありますんで、そちら参考にします。このほうれん草ごま和えなんですけども、いぶし銀なレシピなんですね。で、私もそのいぶし銀なレシピに負けないようにいぶし銀なものを飲んでいきたいと思います。取り替えになります。焼酎が苦手っていう方で米焼酎から始めるといいかもしれないですね。取り替えに水割りでちょっと、じゃあいただきます。無限に飲めるわ。そういうことをやっていきます。ほうれん草ごま和えって、まあ、だし汁とかでね、あの味付けるっていうのもあるんですけども、僕はね、かつお節でやるのが一番美味しいと思います。 2g のね、かつお節をちょっと用意していきますね。で、かつお節ね、ここに 2g 取りました。で、これ 2g をね、レンチン600W40秒チンしていきます。はい、煙システムを呼んでおります。これ温めている間にほうれん草の処理いきたいと思います。ほうれん草ってね、皆さんね、この部分どうしてます？皆さんこの部分、大半の方が切って捨ててますよね。ほうれん草っていうのはこの根っこの部分に一番ね、栄養が詰まってるんですよ。なんでここね、あの切り落としても使ってください。土が噛んでるんですよ、ここ。だからよく洗います。これ今回のまあほうれん草結構綺麗だけど、土がつきすぎてるなと思ったらこうやってちぎってね、ここら辺よく洗っても、こんな感じね。はい、でこれね、4等分するんですね。まず茎の部分を1回ざっくりと切ります。はい、はい、ざっくり、はい、ここいい、ここ、はい、で、また茎の部分で、葉の部分は 2等分、はい、でございます。で、ここの部分はやっぱ連なってるんで切った方がいいです。この部分だけまあ、ちょっと細かいんですけど、まあ、こうやってね、茎は、こんな感じで分けてあった方がいいと思います。バラッとさせます。はい、こんな感じで、はい、こうしたらもう下処理はもう大丈夫なんで、かつお節はですね、レンチンすることによってこう水分が飛んでですね、こう細かくしやすくなるんですね。 この細かいこのかつお節が、ほうれん草に絡まることによって非常にですね、旨味を持ちます。ほうれん草、はい、こうやって粉にしておきますね。そしたら、次は茹での工程。はい、じゃあ、お湯沸騰させました。 1.5 リットルぐらいかな。で、そこにお塩小さじ1弱ぐらいね、入れちゃって、優しいスープぐらいの塩分にしてください。味見して、で、塩入れることによってほうれん草は色鮮やかになりますし、ほうれん草自体に下味がついて非常に美味しい茹で方になりますね。まずですね、塩を入れたお湯に茎だけ、茎はね、あの入れて1分なんですよ。はい、はい、茎の部分入れます。で、1分煮てください。はい、で、これをなんか全部一緒くたにしちゃうと葉の部分がめっちゃぐちゃぐちゃになったりするんで、これ守ってください。ほうれん草すごく美味しく食べるやり方です。はい、で、火はかけたまま、火が一番火が通るのが遅いので、今回は味付けもシンプルなんで結構この茹で方で味の差が出てきます。はい、1分、はい、1分茹でたら、このこのね、2番目のこの茎に近い部分、これ40秒、あとはね、だから残ったのは葉だけですね、これね。で、ここで40秒、ここで40秒煮ます。茎に近い部分はね、あんまり煮すぎるとこれもクタクタになりすぎてしまうので、で、葉は20秒でいいんです。はい、そうするとほうれん草の美味しさが非常に生きた茹で方になります。はい、じゃあ今入れますね。はい、で、これで20秒ですよ。はい、だからもう葉の部分は本当にもう本当にちょっと火を通すぐらい、この茹で方でござる。はい、これでこれでこれでいい、もうこれこれこれ。そしたらザルにあけて流水で冷やす。はい、ザルにあげます。はい、でもうすぐ流水で冷やす。流水で冷やすことによって、ほうれん草っていうのはシュウ酸っていうのがすごくね、豊富というか、まあ、シュウ酸ってね、あんまり人体に尿結石とかのね、原因になるんですよね。ここはシュウ酸を抜くことも考慮しながら、ちょっとね
握っちゃいます。握って出しちゃいます、この水気を。今ザルで絞って入れました、ボウルに。でここで一番重要なことします。お醤油をね、これちょっともったいないんですけども、小さじ1杯のお醤油入れます。はい、これ醤油洗いっていうのがあるんですよ。これはどういうことかっていうと、醤油をほうれん草に染みさせてですね、塩分をここに含ませて、醤油のね塩分の浸透圧でほうれん草からですねえぐみみたいなのが出てくるんですね。絡めて絞るとですね、そう、醤油以上の水分が出てくるんですよ。醤油って調味料なんでちょっともったいないかなと思うんですけども、こいつを絞って流すんですね。そうするとですね、ほうれん草えぐみがですね、人たらしの醤油でえぐみが出ていくっていう、これはねかなり古典的なやり方なんですけども、これをやることによってですね、ほうれん草えぐみが全くなくなります。固く絞ったほうれん草ですね、はい、このボウルに入れていきます。ここからは味付けです。はい、調味料入れていきます。かつお節ですね、さっき粉にしたかつお節、まず入れます。そしてお醤油、小さじ1半ですね、はい、そして、お砂糖ですね。ごまはね甘みが重要ですから、小さじ1半、まずは小さじ半分ですね、はい、はい、小さじ1半ですね、はい、そして味の素、かつおのイノシン酸と味の素のグルタミン酸、これを入れることによってうまみがね増幅します。たった2振りでいいです。ここにすりごま、もっと趣向にしたい方は普通のいりごまをすっていただいてもいいんですけど、もうすり箸とか皆さん持ってないと思うんで、今回は、すりごまを使います。はい、次です。はい、大さじ1半ですね。これで5万円になります。はい、そして最後にですね、水分すごい抜いてるんですけども、ここにお水を1杯加えたいんです。なんでせっかく水抜いたのに水入れちゃうんだって思う方もいらっしゃると思うんですけども、ほうれん草のえぐみを水と一緒に抜く作業なんで、ここでえぐみの全くない水を入れていくことによって非常にですね美味しくなるんですね。でここで和えていきます。水分がねなさすぎるとね、やっぱねほうれん草も美味しくないんです。解説しながらやったんですごくめんどくさいかなと思うんですけども、慣れちゃえばねそんなにめんどくさくないです。これはあえて全体に、調味料がなじんだらもう完成。あ、リュウジってこういう料理もやるんだなみたいな、こういうアピールですね。いいところな、この状態でね保存してもいいんでね。はいはい、こちらで至高のほうれん草ごまって。パーフェクトな5枚ができましたので、ちょっといただきたいと思います。いただきます。くぅ、いや地味だね、俺のレシピにしては。じゃあいただきます。うまっ。ほうれん草のえぐみ全くない、これ仰天レベルだと。めっちゃうまい。一番うまいのがねほうれん草の茎の部分なんだね。味が濃いのほうれん草の一番、めちゃくちゃ美味しい。音分かりますかね、ほうれん草のシャキッと感も残ってる。この歯ごたえなんですよ皆さん、うまい。じゃあこのほうれん草のひたし、スタッフにも食べていただきましょう。パーフェクトサントリーピーチ、パーフェクトパーフェクトって言ってたよ、パーフェクト。いただきます。うまっ。しっかり味つくんだな。の食感もありつつ、茎は柔らかく、うん、この茹で方が一番気に入っております。すごいわ。ザクッとね電子レンジとかでもやってももちろんいいんだけど、一回突き詰めるとどんな味かっていうのをみんな知っといたら、この手間でこれだったらいいなっていう及第点が分かるというか。根元の部分も癖なんじゃないかと思ったけど、全然もう吸ってくれるね。根元がねうまいのよ。うまい、うん、ほうれん草の味が一番濃い。根元も絶対食べてほしい。フードロスもない、うん、今回ちょっといい話なんですよ、そんなにめちゃめちゃ酔っ払ってるのに。いやいやいい話、こういういい話はちょっと常に差し込んでいかないと、常に酔っ払いに見られてるんだから。バズんないこれ、地味だから。そうだね、地味絶対バズんないバズんないけど、たまにはやりたいということで、この至高のほうれん草のごまめちゃくちゃうまいっす。なんでよろしくお願いします。俺は料理する上で古いやり方とか伝統的なやり方全部踏襲して、全部そこから勉強して最終的に行き着くところがあるんだけど、ほうれん草に関しては昔のやり方が一番うまかった。変わらないんだ。変わらない。今でそのもっといいやり方っていうよりは昔のやり方が一番、昔のやり方が、やり方としては塩とかでも悪くはないんだけど、やっぱ醤油だと芯にその醤油の香りもつくから、これは醤油洗いのが好きかなっていう感じ。まあ、でも小さじ1杯だから、
そこだね。あと茹で方ね。あの葉の食感は少し生かしつつ、あの茎は柔らかく煮上がってるってところがこれいいっす。